とミラー見て、そいつがずーっとおーって脱いでいく、わーって加速していく感じだったんだけど、そうじゃない、なんとかしてね、なんとかして、なんとかして、マニアック系の、マニアック車系の話になるんだわ、これ。お、いいですね、いいですね。ごめんね。いや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 。やっぱ車系怪談の時のコメント多いですよ。うん、ああ、そうだね、割とね。うん、車好きの人が多いのかなっていう気はして見てるけどもね。ね、ぜひコメントください。ありがとうございます、いつも。よろしくお願いします。俺ね、うん、ロータリーエンジンが好きで、ロータリーずっと持ってたんで、いじってたんだよって話は前にもしたと思うんだけど、はい。札幌にあったアサヒっていうね、あの、ロータリーのチューニングショップがあって、そこで車作ったり、最初はしてたの。はい。でもそのうちに今度は、俺たちの車好きの間で、どういう流れになってったかっていうと、うん、ターボチューン。湾岸ミッドナイトっていう、もう車好きはもうバイブルみたいな漫画ではあるんだけども。で、その中に一台 S30 っていう昔のその日産フェアレディ Z が出てくるんだけども、悪魔の Z って呼ばれてる。それに乗る人乗る人で死んでしまうっていうね。へー。まあ最初はそんなようなちょっとオカルトチックな部分から始まるんだけども、はい、あ、もちろん幽霊なんかもちろん出てくる話じゃなくて。うん、ところがその主人公である男の人が、その車に乗るともうめきめきと頭角を現して、うん、湾岸、あの湾岸ね、湾岸道路を最高速チャレンジっつって、湾岸を300以上で走るんだけどさ、これ一人ごとだけどね、はい、あそこのあのディズニーランドコーナーってあるんだよ。ディズニーランドが見えるところもさ、こうシンデレラ城がこう見えるカーブがあるんだけど、うん、車線全部つかないと回っていけないからね。ああ、そうなんですね。そうだよ。うわぁ、一人ごとですよ。架空の話ですよ。そう。これはあのネットで、拾った話です。そうです、そうです。まあ、それで、その湾岸を走る車を作ったりなんだりしてたんだけど、うん、そうなる前に、ターボチューンが、うん、車好きの間ですごく流行ったのさ。はあ、昭和の50年代後半から60年代にかけてね、流行って、例えばスカイラインの RS、それから RS ターボってなると、既存の最初からついてるタービンがあるわけだね、ターボがあるわけだ。もう純正なんかこんなもんだわ。こんなちっちゃい、こんなもんがついてんだよ。うん、それを、こんなでっかいこんなのに変えてしまう。まあ、簡単に言えばだよ。すると、でそのタービンだけでかくすると今度は燃料が薄くなるので、追加インジェクターっていうのを土地につけて、燃料をそこでこう増やしてやるとかね、うん。それをタイミングよく吹き出すためのコンピューターを書き換えるとか、追加でコンピューターをつけるとか。そういう、誰の車は、この間お前 TD06 入れたんだってよって、レビック2で吹いて、720の追加インジェクター3本で、ウォーターインジェクションもついてて、ああ、最高だねとかね。全然わかんないでしょ、全然わかんない、うん。そんなようなことが流行ったことがあるのさ。はい。その頃に俺が、ロータリーはずっと RE アメミアっていうね。うん、みんなのアマミアって言うんだけど、アメミアってのは本当だからね。RE アメミア、アマさんのところでずっとロータリーを治療してたんだけど、うん、ちょっとその、6発のエンジンのターボチューンが面白くなっちゃったことがあるんだよ。うん、俺の中でね、うん。うん。その直列6気筒のツインカムの、それに対するターボチューンが面白いなと。で、俺はもともとそんなにその日産車が好きな方ではないんだけども、たまたまその時に、中村さん実はこんなのがあるよって言ってくれたある日産の営業マンがいて、うん、それが、その、スカイラインの 2000GTS ってあったんだけど、うん、その GTS の、今で言うところの GTR みたいなね、その一つ上のバージョンで限定発売なんだけど、GTSR ってなんですよ。うんうん、それを手に入れたわけ、俺。ほう。で、それを今度ターボチューンして乗ってたんだよね、はい。で、最初の頃はそんなにお金もないしさ、もう車買うだけでカツカツだったところもあるから、そんなにそんなにそのアホみたいなチューニングができなかったんだけど、だけど、まあまあまあ、ここまでやれば、暫定で400馬力が出てんじゃないみたいな、そんなノリで楽しんでたんだわ。うん、その町場のゼロをやったりとかね。普通の車って何馬力なんですか？当時はね、はい、トヨタが持ってる上限280馬力の呪縛ってのがあって。はあ、呪縛？うん。トヨタがそれを上限にして、それ以上の馬力の車はどこのメーカーも出さなかった。みんなだから、軒並み280馬力。リミッター外してマフラー変えるだけでもって一気に350馬力になっちゃったとかすんのよ。へぇー。そんなような時代なんだよ。280馬力の呪縛ってあって。はい。で、一番最初に出た R32 の GTR だって280馬力だったの。あれはコンピューターに、ま、もう何にもいじんないでマフラーだけ変えるだけでもって350馬力になっちゃう車だから。それで、まあその今、タガが外れちゃったもんだから、うん、クラウンだってなんだってみんな300馬力オーバー。うん。
だしさ、インプレッサーにしたってもう300倍以上オーバーだし、もうみんな、もうその自爆がないもんだから、やりたい放題になっちゃってる、今はね。ほうほう。で、まあその頃に、俺が仲良くしてる、高校時代ってあって、俺の高校時代はそんな長くないけどね。そうなんですか。で、その頃に、そのダブリーでいた、ある友達がいて、はい。だから、実際には俺たちよりも一個上なんだけど、うん、うん。うん、なんで君は同じクラスなのかなっていう人がいて。でもその人って、すんごいいいところの坊ちゃんだよ。ああ、坊ちゃんだよ。坊ちゃんなんだよ。へえ。で、18になった頃に、この男、その学校は車の免許を取れなくて、取っちゃダメっていう学校で、バイクの免許は黙認なんだけど、車の免許ダメって言うんだ。へえ。で、車の免許取りたいからって思って3年生になったのに辞めちゃったってね、学校を。ああ、すごいですね。そういう男なんだよ。で、この彼が、免許を取ると同時に、いきなり、俺たちの前に、バーンって乗ってきたのが、ソアルの 2800GT リミテッドって言って、うん、あの頃のお金で、600ぐらいしたんじゃないかね。ああ、ソアラって別の階段でもね、出てきて、うん、高級やったんでしょう、ね、そうそうそう。うんうん、え？ソアラ買ったの？ああ、まあね。やなやつだな、こいつ。親にあれだ、出してもらってんだ、とかって、みんなそのこと言ってたけど、うん、まあ、それはどうでもいいじゃない、そんなことさ。うん、どっちかっていうとさ。そのソアラがそこにあるっていうことが、もうすごいことなわけだね。だったんだよ。で、その彼なんかと、よくいろんなところで一緒に遊びに行ってたんだよね。うん、で、ある日、例によってほら、パーソナル無線が流行り出して、はい、みんな、こんな、もう、竿みたいなのをね、こう上げるんだよね。ファイバーのさ、ファイバー製のズドン。言ったアンテナっていうとシュッとしてる感じがするでしょ、はい、違うの結構太めの太めの、うん、それでみんながそれをつけ始めて、うん、ほんで漏れなくもうその無線を使ってやり取りしながらどっかにドライブ行くとか遊びに行くなんか食べに行くってのが楽しかったわけだよ、うん、でちょうど時期が冬でねすごいその雪が降った日だったねちょっとさお冬行かねって話だったのお冬っていうのは、はい、お冬峠っていう峠があってね、うん、守りの虎なんかに出てくる、その、俺たちが駆け込んだ交番があるじゃない。はい、その交番があったその道っていうのは、その当時ってすごい狭い道だったんだよ。うん、片側一車線一車線のこう、交互通路のね、一、はい、車線だったのに。今、ものすごい太い道だったで。ほうほうで、それは今そのオロロンラインって言って、うん。はいはい、はいうん。ずーっとその稚内、側へその北海道のこうなってる。ここをずーっと上がっていく道なんだけどさ。うん、だけど、その今北海道にいる人たちに聞いたら、今はもう海岸線通んねんですよって。内側をね、ずーっと行っちゃってトンネルの中通って、はい、もうすごい綺麗な道になってるんですっていうわけ。はあはあ、でも俺たちの頃って、オロロンラインっていうのは、ある程度先の方へ行って、その海岸があるんだよね。石狩、それからモーラインっていう海岸があるんだけど、うん、その先ずっと行ったあたりから初めてオロロンラインって呼んだんだよ、俺たちの頃は。今、これ全部これオロロンラインになってるんだよね。太くなって、綺麗になって。そこを道なりにずっと行くと、海岸線を、本当にその北海の荒波がね、海は下の方なんだけど、こう覗けばもう、ドラーン、ドラーンってもう、恐ろしいぐらいの荒波が打ち付けてるようなところが見えるような、はい、その海岸線をずーっと行くことができるわけよ。うん、そこのね、冬の景色ってのはすっごいいいんだわ。うん、で、そのオフィー峠行こうよって言って、ああ、じゃあ行こう行こう。出たさ、2台で。はい。それぞれ、まあ、何人か乗って。で、しばらく走ったら、オフィー、もうすぐオフィーだっていうあたりで、うん、後ろにいる彼の方から無線が入って、な、悪い、証明しない、証明しないって言うのね。うんうん、ああ、じゃあ僕は適当なとこ止めるわって言って、車が右側のところでこう止まれそうなところがあったんで、そっちでこうスッと入ったさ。で、俺はしたくなかったんで、外でタバコ吸ってたんだよ。もうすごい雪。ね。これ、不思議でしょここまで聞くと。なんで雪なのに外でタバコ吸ってんのって。あ、確かに。でしょそうですね。うん。あのね。屋根もないとこですってな。北海道の人は、はい、雪降っても傘差さないからね。ああ。そうそう。ははもう、あの、こうすれば雪、落ちる雪なんで。あ、なるほど。そう、濡れない子が。あ、雪質がね。うん、ああ、ああ。だからもう、こう払って、こうすら入れるんで、中に。ああ。それで、外で景色も見たかったし、うん、こう、タバコ吸ってたさ。それで、あ、お待たせ、行こうよって言って、まあ何人かで立ち寄せやがって、そこで。それで、行こうよって言って、動き出すときに、ひょいってみたら、なんか、ん
なんだそれ、おい、なんかねえか、その雪の吹き溜まりのところにって言って、俺が言ったら、なんかピカッと光ってんの、なんだよ、近く寄ってみた。前がぐっちゃぐちゃになってる10系のカローラなのよ。そう、カローラとして初めてトヨタが世の中に出した車。はあ。そのカローラが前ぐちゃぐちゃにして、そのライトをつけてたんでしょ、おそらく、うん。それが、もうそのバッテリーが弱くなっちゃって、スイッチも切ってない、もう切れないのかもしれないけど、なもんだから、こう、わーっとついてる状態、割れてるライトが。うん、そんなのがこう見えるわけよ。うん、これ事故ってるじゃん、これって。え、人乗ってないよ、乗ってない。あ、いや、でもこれ、ライトが今これついてる状態っていうことは、最低でもここ何時間かの話だよねって。うん、いや、下手すらこんな雪の中だから、1時間も持たねえかもしれないぞ、下手すれば。え、運転手どうだよってことになったわけよ。はい。もしかしたら、でもその窓がバーンって割れちゃった、そっから人が飛び出てればわかるから。そんな感じじゃないよな、これ。やだ、もしかしたら、たまたまそこ通った人にね、うん、乗せてもらって、もう今、あったかいところにいるのかもしれないし、って言って、まあまあ、いいよ、いいよ、行こう、走り出す。はい。で、その、頃から、その、冬峠っていうのはトンネル、また外、しばらく外走る、また長いトンネルって感じで持ってこう、そういう道だったから、うん、で、しばらく行って、その無線やりながら、こう、走ってたら、トンネルの中に、共鳴、音が共鳴するじゃない、はい、こっち、俺の車のエンジンの音、それから後ろのソアラのエンジンの音とは別に、うん、異音がするのよ。異音、はい。この異音って、その車好きの人間であれば、絶対聞きたくない異音なんだよ。うん、ガラガラ音ってやつね。なんか、カラ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 って何か引きずってるみたいな、何か擦れてるみたいな、これ怖いんだよ、この音。で、え、なんだろうと思って。お、窓、こう、ピッと、ちょっとこう開けてみたさ、うん。そしたら、間違いなくそのトンネルの中の、どっかからか、俺たちのエンジン音に混じって、カレ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 って聞こえるのよ。なんだこの音。と思ってたら、はい、よくありがちな、こう真ん中にずっとこんにゃく棒が立ってるとか、そんなことはなかったから、うん、トンネルの中を、左側をこう俺たちがこう走ってる。これ、交通法だからね、もちろんね。そしたら、へっとこう気がついたら、おーって、すごい加速音が聞こえたと思ったら、右側、ミラー見てみたら、うん、後ろにいたソアラが、俺、幕にかかっていってるの、後ろから、おーって。お前何やってんの、危ねえ、お前カーブだよ、お前危ねえよな、トンネルの中でよ。って言いかけて、マイク離して、ひょいっとこうミラーを見て、そいつがずーっと、おーって抜いてくる。別に俺それに競り合う気はないから、危ねえ、こっち先前に入れないとと思ったから、ちょっと若干減速気味にするじゃない。そしたら、こいつのソアラの後ろに、ぴったりもう一台なんかいるのよ。ね、うん、新進気鋭のソアラの2800リミテッドだよ、はい。その真後ろに、文字でいるわけ。なんだろうと思ったら、ボロボロのぐちゃぐちゃになってる、さっきの10カローラビッタやつがソアラの後ろくっついてんだよ。ああ。それが、はい、カラ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 って言ってるわけ。あ、ね、で、うわーと思って、そしたらその無線で、ああ、なんとかしてくれ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 って言ってんだよ。離れないってわけ。うん、で、まあ、そうだよ。ソーラーの加速についてたんだもん、ぐーって。でも、それじゃ全開だったかって言ったら全開ではなかったと思うんだよね。それで、その、俺の前に、スーッと入ったじゃない。そしたら、いきなりその、奴の後ろにぴったりくっついてたカローラが、俺から見ると、ブーって加速してるように見えたわけ。ね、今までぶつかってるわけじゃないけど、ぴったりくっついて、本当にもう超煽ってる状態で、はい、後ろにいた奴が、はい、そっからさらに加速していくってことは、もうぶつかる気かって、思うわけだね。で、こう見てて、なんだこいつってライトも何にもついてない状態なわけだから。で、わーって加速していく感じだったんだけど、そうじゃない。前のソーラーのそのシルエットに、わーって被るように消えちゃったのよ。そしたら、いきなり、その、わーって消えた途端、このソーラーが、キャーって響きかかったわけ。で、もうトンネルの中と思って、キャーってスピンして、俺もう全然間に合わない。それどうしようって、バーンってぶつかって、もう、その、もう、なんていうの、トンネルの中と思って、こんな状態になっちゃったよ。こう、2台が。
完全封鎖する感じになって。はいはいはい。で、怪我なかったからよかったんだよ。それで、入れてって、何やってんだおめえ。いや、だけどお前さっきのカローラよって言ったら、いやーもう頭の中パニックになりそうだよって、うん、そこへトラックだった2トンだった、4トンだったかが、その、前の方がずーっと行って、バーってパッシングしてんだよ。で、ハザード上げてくれて。で、何したらいいの事故ったんかお前らって言われて、うん、で、そうなんですよ。ちょっとここからだと無線も使えねえんだよって。で、申し訳ないけど、どっかに腰電話ありますかねって言ったら、これ出てちょっと行ったところにあるから、いい、俺電話しといてやろ。お前ら、脇寄って危ねえから脇寄って座ってねって言ってくれて。ああ、優しい。うん。それで、そう、ずーっとバックしてたな。ああ、バックで。おーおーで、しばらくして警察来て、まあ一応救急車来たんだけど、怪我してないからいいって、救急車帰ってって、うん、なしこんなことになったのって。そしたら、いや、実はこれ、札幌側へ抜けてったところ、これずっと降りてったところのね、ちょっと行って左側のところになんか、あの、野外販売場みたいなのあるんじゃないですかって言ったら、その野菜かなんかもね、あるんじゃないですかって。あそこのとこに一台、あの、古いカローラが事故ってこんなになってるの見ました、お前さんって。ねえよなもんって言うのよ。うん。いや、ねえよじゃなくて、見づらいんだって、雪吹き溜まりになってからあるんだって。って本当かよ。じゃあ、ちょっと、後で見てみろ。でも、結局なかったんだよ。ああ、そうなの。え？なかったの、結局。そっからもないんだ。そうそうそう。それで、まあ、結局のところは、まあ、これ、友達同士だから、保険のやり取りめちゃめちゃ揉めたんだよ。大変だった、本当に。で、その時に、その彼にね、聞いたのよ。うん、こう、かぶってったわけじゃん。はい。ね、そしたら、俺分かったんだよって。その後ろにいる車が、俺にずっとかぶってった時に、その運転してるやつなのか、まあ、その車に乗ってるやつの意識が、俺の、うん頭の中に入ってきたってね。おずーっとそしたら、チキショー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 って言ってるって。はあ、うん、はあ。その言葉ばっかりがずっと連続で聞こえたって。だからもう、その、俺に被るようにしてガーッと、うわ、なんか来たっていう感じはあったんだけど、その先にずっと行っちゃったとかっていう姿は見てないから、そいつも。でもそうなった瞬間にもう、ダーンってブレーキ踏み上がったから、え、畜生っていうのは、事故って畜生なのかね、なんなのかわかんないよね。これが本当に意味はね、よくわからないんだけど。ねえ、畜生って言いながらどっか突っ込んで自殺ってことも。まあね、ただ、人が死んでる感じの事故じゃなかったけどね、だよね。ああ、そう。まあ確かに前は壊れてたけど。なんか警察の人にその話したら、ああ、ここのトンネルはよくあるっていうオチかなと思ったら、うん、そもそもの事故車がないっていう、ね。そうそうそう、うん。なんで事故車をそもそも見せて、うん、なんで突っ込んできて、うん、全部わからないですね。全然わかんないね。ねえ。その時代であっても、うん、そこにあったその10カローラってのはもう古い車だったから、めちゃめちゃ。あ、そうなんですね。だから、よくその現代みたいに、その旧車マニアがいてね、ただその古い車をきれいにレストアして、その乗ってるって、全然そういう感じじゃないんだよ。普通ず、あの、普段使いしてる感じだった。普通、なんか平べったいミラーが、フェンダーミラーがくっついて、まあそんなのも割れてたんだよ、上見てて。ほんとはっきり見てるんですね。うん。これ不思議だね。車絡みのことって割とだからその、これこういうの見たんだけど、実際なかったとかっていうの多いよな、考えたらな。場の記憶っぽいですよね。でもね、事故らされちゃっちゃちょっとシャレになんないよね。ああ、そうですね。そう。うん、まあなんだかんだ半年ぐらいかかったんだよ、結局その決済するまで。チャンネル登録をよろしくお願いします。ファンキー中村パウチゴーストコンテンツ。チャンネル登録をよろしくお願いします。